どうもいらっしゃいませ、プーマです。本日の動画なんですけれども、TS 第4弾予想！はい、ということで、7月末も近づいてきて、TS 第4弾、そろそろ近づいてきてますので、今日はね、TS 第4弾の西武ライオンズ登場選手予想をやっていきたいと思います。セレクションが7月29日の12時59分までとなっていることから、まあ、メンテナンスも入りそうですし、7月29日登場でほぼ確定かなと思ってます。で、西武のこれまでの登場選手をおさらいしておくと、1段が松井和夫さん、2段が西口文也さん、3段が辻初彦さんということで、まあ、割といい感じのラインナップになってるかなと思ってます。これまでの登場選手も踏まえ今回は選手予想してみましたので、ぜひ最後まで見ていってもらえると嬉しいです。ということで早速本編いきましょう。さあ行くぞ。それでは早速やっていきましょう。最初はこの人、栗山巧さんです。成績は2008年の打率3割1分7厘、11本塁打72打点の成績の年で予想しています。まあ、個人的にはね、査定年改定出てほしい選手の一人です。今年の TS は松井さん、辻さんと内野が来ているので、まあ、外野手来る可能性あると思うんですよね。まあ、栗山さんは2年前に TS 出て、の時は2010年の査定だったんですけど、まあ、2008年の時の方がホームランも多いし、打率も高いですというところで、結構いい査定になると思うんですよね。まあ、なのでこの年で出てほしいです。本当に去年から西武純正外野手足りていなくて、OB も外野手出てませんでしたし、そろそろ強い外野手出てほしいななんて思っているので、候補に入れておきました。次は二人目。柿内哲也さんです。打率は2割5分3厘、28本塁打57打点の年で予想してます。まあ、この人はね、新規で予想した選手ですね。まあ、今年の TS の西武はみんな既存で登場したことのある選手ばかりなので、まあ、そろそろ新規来るかなと思ったところで予想に入れています。まあ、来るとしたら弾道アーチスト期待が少しできる選手かなと思いますね。まあ、正直、アーチスト、まあ、高弾道でもいいかな。結構楽しみにしています。パワーはデフォルト A 乗るかどうか、まあ、ワンチャン称号で A 乗せられるかどうかぐらいかなというところですね。特殊能力はプルヒつくと思います。まあ、柿内さんといえばプルヒッターのイメージありますから。次は3人目、高山久志さんです。成績は2010年の打率2割9分1厘、11本塁打48打点の年で予想しています。で、この人も新規での予想です。で、今まではね、赤田翔吾さん推しだったんですけど、今回あえて高山さん候補に入れました。まあ、ミーパー73同値ぐらいできたらリーグ的にはかなり嬉しいかなと勝手に妄想している感じですね。ちなみに2010年の能力が反映されているプロスピ2011ではこんな感じの能力でした。まあ、弾道は中弾道でパワーシートで、対左打者がかなり高いというとこですと。特殊能力、まあ見ると対左投手、レーザービーム、満塁男、このあたりがつく感じになるのかなというとこですかね。まあ、正直高山さん結構好きな選手だったので、来たら割と喜ぶタイプの選手になります。ここで来なくても TS5 段で来る可能性もあると思うので、あえてね、ここのタイミングで入れさせてもらいました。次は4人目、涌井秀明さんです。成績は2009年の防御率 2.30、16勝6敗、199奪三振、211.2 回登板した時の成績で予想しています。これは2019年に登場した TS と同じ査定の予想です。まあ、3年経ってるんで、そろそろ出てほしい感ありますよね。まあ、称号で9スター A 同値いけるので、かなり強いです。まあ、リーグ的にはかなり欲しい。で、 B 球種も2球種あるので使い勝手いいかなというところです。超大ピンチもあるので、リアタイもいけると思うんですよね。で、今回のタイミングってスプリーグ直前なので、まあ、リアタイ的に強い選手来ると思うんですよ。まあ、なので涌井さん西武純正的にも使えますし、まあまああるんじゃないかなと思ってます。では5人目、豊田清さんです。成績は2002年の防御率 0.78、 6勝1敗38セーブ、66奪三振の 57.1 回の成績で予想しています。福井さんと同じく最後に登場したのが2019年の選手ですね。で、この時は OB で登場しています。で、査定予想に関しては、まあ前回登場した時の査定と同じかなと思いますね。福井さんと同じなんですけど、まあ3年経ってるんで、まあそろそろ出てほしい。で、称号で星に全力投球1点狙いとはなりますが、9位請求 A 同値いけます。まあかなり決まれば強いですよね。西武純正やってる身としてはリーグ的にはかなり欲しい。ただ称号がね、オーニナインドなんだよ。決まると思えない。正直いくらかかるんだっていう話だよね。で、球種的にはリアタイきついかなと思いますね。完全リーグ向けの選手になると思ってます。次は6人目、石井和久さんです。成績が2008年の防御率 4.32、 11勝10敗108奪三振 135.1 回の成績で予想してます。この選手はね、新規で予想しています。あの GM です。まあ、もし登場する場合は能力的には9位75あたりの9位型か、まあ、称号で9スター同値いけるとか、そんぐらいの能力かなと予想しています。でね、この石井さん、なんで今回自分が予想で入れたかというと、ツーシームフォーク実装される可能性があるからなんですよ。2008年の査定が反映されているプロスピ6で登場した時はツーシームフォーク持ちで、さらにスラーブ、スラカット持ちだったんですよね。これはね、リアタイ的にはかなり強い。西武純正リアタイだとマジで舞えます。で、多少調整は入ると思うんですけど、まあ大筋変わらない可能性あると思ってるんで、まあ結構期待しているところですね。個人的にはスピリーグ直前なんで、あ、この人の登場ね、意外とあるのかなーなんて思っています。
はい、ということでここまで予想してきましたので、最後に本命選手予想して終わりたいと思います。自分の予想はこの選手です。はい、ということで本命が石井和久選手、対抗が柿内哲也選手、大穴が涌井秀明選手と豊田清志選手としました。あ、今回は大胆な予想してみました。新規選手をメインの2人として予想しています。現実的には豊田さんとか涌井さんがあるとは思うんですけど、まあ、西武はまだ既存の TS しか出ていないので、まあ、そろそろ新規が来る可能性十分にあるのかなと考えてこの予想としました。これまでね、内野手2人ですし、まあ、外野手来ることもあるのかなとは思ってます。まあ、正直誰が来ても嬉しいんで、まあ、セレクション終わった29の更新、これを楽しみに待っておこうと思います。できれば突しやすい選手を出してくれ。あとね、ぜひ皆さんの予想選手もコメントで教えてください。ということで今日はここまでにしたいと思います。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで本日の動画は以上です。ありがとうございました。